うつともオカリンです。本日のスーパーマリオメーカー2世界のコース遊んでいきましょう。もしも1の1の時空が暴走したら、クソ、なんてことだ、1の1の時空が暴走している、的なコースらしいんですけど、あ、ま、待って、なんかね、同じところをループするループものみたいな、そういう1の1らしいんやけど、とりあえず進んでいく。ちょっと待って、いやほんまになんか暴走してるというか時空が、あ、でもここで一旦端っこまで行っちゃうのか。あ、まだ続いてる、すげえすげえすげえ、永遠に続いてるみたいになってる。え、これどこまで行く、あ、ここまでか。ほんでこれはどこまで帰ってくるんやろ。これ結構最初の方まで戻ってきたって感じかな。多分このどっかに、あ、入れるんやけど、え、俺一発で正解引いた、え、違うな、ん、違うのか、合ってるのか、どうなんだ。いや、間違ってるな、おかしい。俺がこのキーパーソンとならなければ、このクリボーたちも家へ帰る必要があるからな。よし、なんとかしてこの時空を元に戻そう。どこだ正解は。なんか違う、ちょっと待って、なんか違うとこ来てるえ、これ面白いな、なんか違うとこ来てるよな、これ。こんなんなかったもん、さっきまで。いいな、なんかこの世の主人公になった気分、そんな気せえ。ここは、これ入られへんな。あ、さっきのたまたまか入れたん。いや、ということはここ正解なんじゃね。あれ、どこやったっけ見失ってんけど、どこや、ここらへんか。あ、これやな、これやな。え、ここだけなんかな、入れんの。ほんでこう来まして、左どうなってんの。左は何もない、一緒なんか。あ、土管やな。とにかくこの扉入ってみて、あ、でも、いや、ちょっと違うな、ちょっと違うぞ、これ。また違う時空に飛ばされてる、俺。ここはどの世界線の、あー、なんか入ってしまった。これはどうなんだ、これ最初に帰ってきたっぽい。あ、これ最初の時空に帰ってきたっぽいな。あー、どうなってんだ。じゃあ一旦あの違う世界線行く、ここの土管を、この土管スルーしてみよう。あ、こっちも入れるやん。ん？あ、違うの、これはもう一つの世界線の端っこか。じゃあこの世界線の右まで行ってみよう一回。あの、なんかいっぱいブロックがあった先、ここやね。これ、この先が怪しくね。あれ、違う、あれ、先もっと詰まってたよな、ここ。あ、これ、この先に何かあるんじゃね、これ。いや、ゴールじゃないのか。ん、これは、うん、これどの世界線だわからん。あ、でもこれ叩いてるから来てる世界線っぽいな。ほんでここは、え、でもどっかの土管に入るべきなんかな。あ、でもここはどうだ、あ、帰ってった、ここは帰ってくるのか。でも、もっと右の土管か。とりあえずこの先のここら辺の土管、あ、これ入れるやん。お、これまた違う世界線来てる、どう。でとりあえず俺の目印、来た痕跡置いとこ、この来た痕跡置いといて。いや、でも違うっぽいな、ここ来たことあるっぽい。ん、今この2個目から出てきたから、3つ目4つ目違う、ここら辺も入れへん。で、扉は多分ね、違うと思うのよ。あ、でも端っこまで来ちゃったな。あ、端っこまで来ちゃったぞ。こっちの扉開いてみるか。はい。でもこれはまだ上から、あ、でも俺の痕跡ある。この世界線、俺の来たことのある世界線だ。俺の痕跡があるぞ。まあ、言うてしまったらね、表面と裏面しかないから、多分ここやと思うんやけど、左かな？で、一旦一番左まで行って、どこの土管入れるか検証してみようか。よし。で、まず1個目から。入れる！ 1 個目から入れる！ 1 個目は帰ってくんのか。なるほど。OK。1個目は違うこと判明した。ん？なんか今ドスンって言ったな。え？今画面揺れたぞ。なんや？今のでなんか時空変化した。その可能性ない？うわ、なんかおもろ。あれ？隣も入れる。あ！違うところ来た！なんだこの世界線！ミニチュアの世界線来た！あれ？あ、ゴールあった！え、面白いこれ。
もしも1の1とテトリスがコラボレーションしたら、なんてこったい。それはすごいや。それはすごいや、カロリ君。え、これどういうテトリスな？あ、これあれな、あそこに縦の棒、これ気持ちいいやつや。落としたら、あ、全部消える。うわー、これは気持ちいいわ。次行ってみよう。はい。あ、ちょっと待てよ。あ、これはこのブロック、あ、違う？これブロックの形かなと思ってんけど。おい、テトリスどこ行った？最初のだけや、テトリス。え、でもなんかテトリスブロックっぽいのあるな。なんかはめたいんやけど、はめるパーツがねえのな。ただブロックが全部テトリスの形になってるってことか。なるほど。あ、結構短かった。てか L 字ばっか。もしも1の1のコースがクイズになったら。はい、これね、パーツに入るのはどのブロックだっていうクイズなんですけど、まあこんだけ1の1やってたらね、俺全問正解しちゃうよ。だからまずみんなに考える機会をあげよう。あそこに入るのは何かな？ハテナブロックだぜ。オッケー。まあこれは序の口よ。もう1の1の最上盤にあるやつやからな。オッケー。ほんで次は、土管の間にあるのは何？クリボー、ノコノコ、何もなし。はい、皆さんどれですか？テストです。これテスト出ますよ。正解はクリボーでーす。よな？オッケーオッケーオッケー。ちょっと不安になるわ。ちょっと不安になる。第3問目。問題が見えてません。問題はどこですか？え？あ、ここにあるやつ？あ、壊れてしまったよ。ここは確か、え？どういうことどういうこと？すでにブロックあったよ。あ、キノコか。あー、なるほどなるほど。ここは確か何もないやろ。コインがいっぱい出てくるかなと思ったけど、ここは何もないはず。は？マジでここってスター入ってんの？あれ。え、知らんかった。あそこ叩かへんからな。次1の1やるとき叩いてみよっかな。ほんでここは？ちょっとこれ分かりづらい。これどこ？これ確か下にノコノコとクリボー3匹ぐらいいるところよな。え、なんかあったか？あ、ん？ちょっと待ってよ。ちょっと待って。ここのなんか長方形なんか腹立つな。なんか2個3個入ってそうなイメージある。でもここ1個やったはずやねんけどな。これ。これ1個だけやろ。よし！俺の記憶正しい。ナイス。さあ、お次。5問目。ん？ 1 の1、土管。ちょ、どういうことどういうこと？ちょっと待って。問題の意味がよくわからへん、俺。みんな理解した？ 1 の1の土管は567。え、どういうこと？今何問目ってこと？え、今5問目やねんけど。今5問目よ。もう右に書いてある。え？6なん？だから6やって。オッケー。次6問目ってこと？ああ、なるほど。あ、これ答え合わせしてくれるってことな。そこ2匹います。はいはいはい。これスターか。へえ。これだけ知らんかった、俺。で、これを1マス。こうなります。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シ、え？このところに土管6個もあった？え、ないよな。おいしい。これ土管6個もないって。なあ。なんでこんねんけど土管増えてんねん。カビか？増えるんか土管は。え？ここはゴールでしょ？ちょ待って。ああ、え？一旦これ入っていい？あ、ごめん、中間だけ取らしてもう。No、 せやな。これ違うな。ということは、これも、違うな。というわけでゴール。今日のコース、いいって思ってくれた方はグッドボタン押してくれると嬉しいです。それではまた次回、お疲れ様でした。